皆さん、ハレルヤー。1週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。さあ、今日も元気よく神様に礼拝を捧げていきますよ。準備はいいですか？はい、じゃあお祈りします。お祈り準備いいですか？お祈りしますよ。神様、感謝します。今日も私たちが神様に礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝します。イエス様、今日もあなたに会えること嬉しいです。聖霊様、どうかこの場に臨在してください。最初から最後まで共にいてください。神様に喜ばれる礼拝を捧げたいです。私たちを正しい礼拝者としてどうか導いてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。主の御姿に見てゆこう。主の御姿に見てゆこう。毎日毎日御姿に求めてゆきたい。主の御姿に見てゆこう。主の御姿に見てゆこう。毎日毎日御姿に求めてゆきたい。イエスの愛が溢れる。祝福が流れる。主の恵みが溢れる。私たちに溢れる。主の御姿に似てゆこう。主の御姿に似てゆこう。毎日毎日御姿に求めてゆきたい。主の御姿に似てゆこう。主の御姿に似てゆこう。毎日毎日御姿に求めてゆきたい。イエスの愛が祝福が暗闇
しやもしの終わりにとどまる。私は主使いや、私は主を褒める恐れなんかいらないよ。私を主は照らしは、私を主は満たす、この心は揺るがない。主よ、その愛により恐れは取り去られ、主を褒め歌う、主の故に踊る。主よ、その愛により暗闇は消えたり、とこしやもしも愛にとどまる。それでは御言葉を聞く時間です。準備はいいですか？せーのと言ったらハレルヤーで先生を迎えますよ。いきます。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー。それでは神様のくださる御言葉を一緒に見たいと思います。神様のくださる御言葉はエペソ人への手紙5章17から18節の御言葉です。エペソ人への手紙5章17節から18節の御言葉です。それではゆっくり読んでいきましょう。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかを悟りなさい。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。アーメン。今日神様のくださった御言葉をもって聖霊に縛られていきましょうというタイトルをもって恵みを分かち合いましょう。皆さん、私たちはイエス様を信じた時に聖霊様が私たちのうちに入ってくださいます。それでこの聖霊様が私たちを守り、私たちを導いてくださるんです。皆さん、先生がね、ある日リブ礼拝終わってから夜遅くに担任牧師先生のところに行くことになりました。ちょうど担任牧師先生のところに横断歩道がありました。そこに横断歩道があって、そこで信号を変わるのを待つために信号待ちをしていました。すると、この先生の向こう側から、あるとってもガリガリして背だけの小さい男の人がこう近寄って、そこで向こう側で信号待ちをしていたんです。で、私は一瞬、ちょっと不気味だな、ちょっと変な人だなと思ったの。その時に心の中からいきなり叫なさいという声が聞こえたの。で、え、何何、叫なさいってどうしよう、今このところでどこへ叫べばいいの、そう思ってたわけね。でもあの人ガリガリしてるし別に危なそうもないんだけどと思ってた。でその時にこの信号がね、ここが赤信号になろうとしてるね。信号が赤信号になろうとするってことは、横断歩道はもう間もなく青信号になるので、それで青信号になろうとする時にもう一度心の中から逃げなさいという声が聞こえたの。であまりにもびっくりして、もうその瞬間あの青信号に変わったの、この横断歩道の信号がね。それで私はもうね、この横断歩道へ渡っていくんじゃなくて、この右側にもうダーッとしてね、もう走っていったのね。で走って渡ったわけ。するとその向こう側にいたその男の人がびっくりした顔でね、私のことをじーっと睨んでいった。で後になって牧師先生にこのことを話したら、牧師先生は賜物があるからね、その
横断歩道で待っていたそのカリカリした人が、父は刃物を持って先生のことを突き刺そうとしたんですよって言ってくれた。びっくりしたんだよね。あの時に聖霊様が私に教えて守ってくださらなかったら、もし先生はこのところにいなくなっていたかもしれない。このように聖霊様は私たちをね、導いて守ってくださる方なんです。でもこの世の中にはまた悪霊もあるわけ。聖霊様じゃなくて悪霊があって、私たちが聖霊様に引っ張られて心がね、引かれていかないと、またこのね、悪霊に引っ張られていく可能性があるんです。実はアダムとエバがそうだったんだよね。ある日悪魔である蛇がやってきて、本当に神様が園の中央にあるどんな木から戻っても食べないといけないですと言ったんです。かしたら、そんなことないわよ、どんな木からでも取って食べてればいいよ。でもあの園の中央にあるその知識を、善悪を知る知識の木からは、その実を取って食べてはいけないと言ったの。そんなことはない、あなた方がセリを食べるとあなたの目が開かれて神のようになることを神は知っているからだ。あなた方は騙されていると言った方だよね。このように惑わされて、それでエバがそれを取って食べて、そして夫であるアダムに渡ったでしょ。このようにこの悪魔は今も生きていて、私たちが聖霊についていかなければ、この悪霊が私たちの心をね、誘惑するの。どのように？それはね、お金が大好きなように、そして自分が人気者になるように、自分が偉い人になるように、それは自分が頭が賢くなりそうなことを見せる。教会に行かないでね、あのテレビ見て、あの歌手を見なさい、あの俳優さんを見なさいとか、心をね、この神様じゃなくて、この世にあるものに、世の中にある神様を知らない人たちが好きなもので引っ張っていくんです。わかるんですか？でも聖書には、この世と世にあるものを愛してはいけませんと書いてあるんだよね。この世を愛することは神を敵に回すことなんだよっていう。本当そうなんです。あるね、姉妹があったんです。ある姉妹が教会で賛美を導くことになりました。で、一生懸命練習して、礼拝の時にいよいよ賛美を導くために講壇に立ちました。でも不思議に、賛美を導いているのに全然恵みがない。だから賛美を導いているその姉妹も、どんどん自分でも恵みがないことわかるから、まずいからね、顔がどん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 固くなってきた、こわばってきた。で、結局賛美は台無しになってしまったんです。で、後になってこの姉妹がこう言ったんです。本当にごめんなさい、実は私はその日とっても神様の御前で悔やみ祈りをしました。実は私は今日の賛美を導く前日にテレビ番組で自分が大好きな歌番組を見たんです。それをたった10分10分しか見てないのに、でもそれを聞いてるうちに自分が好きな曲になって、ああと夢中になって見てたんです。それで私は、ああ神様がこの世と世にあるものを愛してはならないっておっしゃったのに、それを破ったんだな。だから恵みがなかったことを祈りの中に気づかされたんです。神様が私におっしゃいました。この世と世にあるものを愛するものは、友となるものは神様を敵に回すものだと。そうなんです。私は自分が好きな音が鳴って、一瞬私の心を神様よりもその歌番組に心を上げてしまった、心を奪われてしまったんです。だから神様はそれを怒ったわけですね。皆さん、そうなんです。私たちは聖霊に御声に従わなければ、この神様がよく思わない、この世のものに心が引っ張られていくんです。だから私たちはこの聖霊の声に従っていくためには、いつも聖霊充満のために祈っていかなければ、聖霊様、私を満たしてください、私はこの世と世にあるものを
そうか、好きにならないように助けてくださいと聖霊様に満たされれば、祈ってね、満たされれば、皆さんはこの世にあるものはあまり好きにならない。そして聖書の御言葉、牧師先生、伝道師先生、語った御言葉がよく噛んできて、そして世のものに心をあげなくなります。いいですか。そして聖霊の心に心が引っ張られていきます。聖霊様に引っ張られていくところは、祈ること、礼拝を捧げること、人を愛すること、こういう思いへと引っ張られていきます。だから聖霊によって祈っていきましょう。聖霊の御声に主に従っていきましょう。そのために、聖霊に満たされるために祈っていくアガペの皆さんになることをイエス様の御名によって祝福します。アーメン。それでは今日の御言葉を思い出して祈りましょう。聖霊に満たされなければ、聖霊に引っ張られていくんじゃなくて、悪霊に引っ張られて、世と世にあるもの、世の歌やゲームや芸能人とか神様と全く関係ないところが好きになりますから、まあ、聖霊に心が引っ張られていくために、聖霊に満たされるように祈っていきましょう。神様、そうです、私たちの心はもう聖霊に対して鈍感になっちゃうと、どんどん世にあるものが好きになる。世にあるゲームや世の人が好きな服装やファッションとか、世の中の人々が人気のある仕事が好き、もう芸能人が好きになったりします。主よ、私たちは聖霊に満たしてください。聖霊に満たして、私たちが世の中に心を引っ張られていくんじゃなく、教会、祈り、イエス様にもっと愛するになるように、聖霊様に引っ張られていくように、子供たちを捉えてください。感謝します、感謝します。神様、子供たちがこの世を愛しちゃうと、心が世に向けられると、教会に行きたくなくなります。祈りも捧げたくない、聖書も見たくない、退屈にもいます。それは心が悪霊に引っ張られて、神様が好きじゃないところに引っ張られていくからです。子供たちが悪霊と世に影響を受けないように、聖霊に満たされるように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは献金のお祈りをします。今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の名前をお願いします。アーメン。私はすべてわからなくて、私はすべて見えなくても、すべてを主が知っているから、主だけを見上げます。私を導く主、主の道を歩みます。子供たちが聖霊に満たされて、ただただ神様に喜ばれることへと心が向くようにしてください。今日も神様を愛する心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たち一人一人を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。